あ、こんにちは。ホットの方です。ホットのブラックティー、タピオカ入りで、ブラックミルクティー、ブラックミルクティープラスパールでタピオカ入りです。こちらがホット M サイズで540円、税込みタックス。これは M サイズですか？こちらはですね、コールドのブラックミルクティー、T。シロップゼロです。アイスなしゼロです。で、M サイズです。これ M サイズ、サイズ一緒です。はい。で、これ美味し、氷なしです。氷なし。はい。氷なしがいいですね。はい。で、タピオカは入ってないです。こっちはタピオカ入ってない。はい。ゴンチャいいですね。ゴンチャはですね、タピオカおすすめ、賞味時間が30分ということで、立ち火の学科の授業は80分ですので、授業開始してから買いに行ったんですよ。そうすると30分じゃ終わんないんで、タピオカなしになりました。3分過ぎると硬くなる。硬くなっちゃうんで、はい、タピオカは30分以内におすすめということで、はい。で、ホットはホットで冷めちゃうと思ったんで、はい、でコールドになります。でも容器がね、結構特徴あって可愛いですね。かわいいですね。久しぶりにこんにちはいただきまして、やっぱり違いますね。美味しかったです。疲れが取れました。ブルーイングハッピネスです。まあ、立ち火の近くに皆さんこんにちゃがありますんで。これも合格に向けての必須アイテム。そうですね。はい。昼休み散歩をしながら、こんにちはを買いますね。小籠包も美味しいですけどね。小籠包も美味しいですはい。けど、今日は小籠包に加えて、蒸し餃子。蒸し餃蒸し子餃も、はい。学科チーム、ディナーとなりました。今日の学科チームのディナーが蒸し餃子、小籠包と、デザートがゴンチャのブラックミルクティー。てかコールドのブラックミルクティー。ブラックミルク。M サイズがちょうどいいかもしれないですね。このアイスは L サイズがあります。いや、ホットは M サイズまでです。アイスはもっと氷とか入れて L サイズになります。氷入れないで M がちょうどよかったです。なんか薄まっちゃうんで氷入れると。そうですね。合格者インタビューと、ゴンチャツアーがセッセトッで。トになるっていう可能性もありますついでに小籠包とかね。ね。あ、それもゼセッロトゼになロりまゼす。セットになる。合格者インタビューに出ると、タピオカツアーとか、ゴンチャツアーと、小籠勝包負がですついね。が、て、得点として。得点として、あと粗品も私から渡します。そうすると、昨日来てくれた人も、このオファーだったらもう一回来ても大丈夫です。そうですね。はい。昨日はまだゴンチャの提案がなかったので。じゃあ合格者インタビューに出るとお得ですね。はい、得点が今日増えましたので。ゴンチャに小籠包に、さらに、粗品に。学科を受講して美大合格を決めた皆さん、合格者インタビュー、しっかりと出演の方よろしくお願いいたおし願いまします。す。出演してくれない場合は、我々学科チームがこうやってしゃべることになりますので、早送りしないようにしてください。お願いします。早送りが最近流行ってるんですよ。そうなんですか。視聴者さん、このトークが早送りだと聞かれないんですよ。